ポニアは自由の地土佐で生まれ、その土地の人と風土に育まれてきました。よさこい祭りの発信と文化を担ってきた地方初のオリジナルブランドです。よさこいチームポニアは、踊る人も見る人も楽しめるよさこいを作りたいと1991年に結成され、今年で30周年を迎えます。そして昨年にはよさこいを未来につなぐポニアプロジェクトとして、子どもチームポニアっ子を結成しました。踊り子さんは子供たち、運営を高知の大学生とポニアが行っていくことで、未来のよさこいの担い手を育てていきたいというプロジェクトです。本日はポニアよさこい30周年の記念演舞として、ポニアっ子の演舞を東京ドームで披露させていただきます。
よさこい祭りは毎年8月9日から10日。